それでは第4章は確率分布、確率モデルへのフィッティングです。フィッティングっていう意味でちょっと分かりにくいかもしれませんが、例えば正規分布だったら正規分布のパラメータ、平均と分散を求めるデータから、そういう意味です。そのやり方はここの本では3つ紹介しています。マーキシマムライクリフト、最優推定法。マーキシマム u ポス p o リア、マップ推定、自己確率最大推定法。それからベイズ推定法です。この3つを先に紹介した後に、 実際にじゃあどうやって推定するのか正規分布の推定とカテゴリカル分布の推定この2つで例を見てみます。